さん、この8人の並びはどうでしょう。そうですね、パウエル選手にとってはですね、ボルト選手から離れたということはいいことだと思うんですが、まあ、ちょっと準決勝の内容から見るとボルト選手が少し力は抜けているかなというような感じがしますね。抜き出ていると。もうそうですね、1歩2歩3歩、もうちょっと出てるかもしれませんね。朝原さんは1次予選からのこの選手たちの走りをご覧になってどうですか。いやさすがという感じですね、はい、やはり9秒台の力がないと、はい、ここまで勝ち残ってこれないっていうのがもう証明されたという感じですね。1レーンイギリスのチェンバースに続いて2レーンはトリニダード・トバゴのマルク・バーンズ、2008年北京オリンピックのファイナリスト、この世界陸上は3大会連続のファイナリストとなりました。そして3レーンはアンティグア・バーブーダのダニエル・ベイリーです。そうですね、新鋭ですけどもテレビ見てる人はすごく印象にあると思いますね。もうボルト選手といつもニコニコしながら走っているという、まあ、大旋風を起こすと思いますね。彼もボルトのトレーニングパートナー、常に練習を共にしているアンティグア・バーブーダ、ダニエル・ベイリー、スタート前もこの表情です。そして4レーンはジャマイカ世界記録保持者ウサイン・ボルトです。結構こういうパフォーマンスをしてますけれども集中してきてると思いますよ。今日は勝利プラスタイムも狙ってほしいですね。タイムも、はい、きっちりフィニッシュしてほしいと思います、はい、何を起こすか、何を残すのか、ウサイン・ボルト。そうですね。さあそしてそのボルトの隣にアメリカのこの男がいます。その名もディフェンディングチャンピオン、タイソン・ゲイです。そうですね、スタートを思い切って切れるかどうかですよね、切れれば彼もすごく実力ありますから大混戦になると思いますね。スタートだと思います。予選から10秒16、9秒98、そして9秒93と走るごとにタイムを上げております。そして6レーンはボルト・ゲイだけではない、この自分を忘れるなという全世界記録保持者のアサファー・パウエルが6レーンにいます。パウエル選手はですね、いつも決勝で失敗してしまうという、はい、これまでのね、汚名返上でですね、はい、今日はこういうねリラックスした感じなので、もしかしたら、最後まで伸び伸びと走ってくれるかもしれないですね。そうですね、前回は銅メダルに甘んじました。その前のヘルシンキは怪我をしました。そのパウエルの隣にはアメリカのダービス・パットンです。そうですね、もう彼はセレズグ君と争った 200m ランナーですからね、はい、スタートうまく中盤まで行けばメダル争いに絡んでくると思いますね。去年の北京オリンピックではファイナリストとなりました。今年の全米選手権第2位でベルリンに進んできましたアメリカのダービス・パットンです。パットンも準決勝で9秒98、10秒を切ってきました。そして大外の8レーンはトリニダード・トバゴ、24歳リチャード・トンプソンです。ここぞという時に力を出す選手で北京オリンピックの、ね、はい、2番に入っていますので、はい、今回も上位に食い込む可能性はありますね。10秒36、10秒08、そして9秒98、この8人の中で6人が準決勝で9秒台としてますね。となるともうこの決勝は全員が9秒台という。そうですね、パーソナルベストは全員9秒台ですから、はい、その可能性もありますよね。さあ現在のこのトラックのコンディションはどうでしょうか。まあ静けささえ整えれば風は関係ないかなと思います、はい、とにかくすごいボルテージ。さあゲイが水を口に含みました。いよいよ2009年世界陸上ベルリン大会、早くも今年のハイライトが訪れようとしています。一昨年はゲイ、去年はボルト、そして今年は果たして誰か。2009年ドイツベルリンの地で一発でスタートしてほしいですね。最速の男が決まります。1回でスタートしました。もう出ましたね。ボルトが抜け出した。ゲイもいいですよ。ゲイが追っている。ゲイが追っている。しかしボルト逃げ切った。うわー、
ますね。リプレーが、さあリプレーです。スタートも遅れずに出ましたね、はい、もうここで並んでもう飛び出しましたね。あ、そして中盤から後半にかけての走り、タイソンゲーム良かったんですが、最後は胸を出してボルトも、最後まで走ってきてくれたので良かったです、はい。まあ、北京でフィニッシュしていれば一体どうなったのかと、はい。まあ、その際に出た言葉は専門家の口から9秒5台という、はい、タイム。